この10月に朱雀院へ行幸があるはずだった。その日の舞楽には貴族の子息たち、高官、天上役人などの中の優秀な人が舞人に選ばれていて、親王方、大臣をはじめとして音楽の素養の深い人は、そのために新しい稽古を始めていた。それで源氏の君も多忙であった。北山の寺へも久しく見舞わなかったことを思って、ある日わざわざ使いを立てた。山からは僧図の返事だけが来た。先月の20日にとうとう姉は亡くなりまして、これが人生の掟であるのを承知しながらも悲しんでおります。源氏は今さらのように人間の命のもろさが思われた。天君が気がかりでならなかったらしい少女王はどうしているだろう。小さいのであるから祖母をどんなに恋しがってばかりいることであろうと想像しながらも、自身の小さくて母に別れた悲哀も確かに覚えないなりに思われるのであった。源氏からは丁寧な弔慰金が山へ送られたのである。そんな場合にはいつも少納言が行き届いた返事を書いてきた。天君の葬式の後のことが済んで、一家は京の屋敷へ帰ってきているということであったから、それから少し後に源氏は自身で訪問した。すごいように荒れた屋敷に少人数で暮らしているのであったから、小さい人などは恐ろしい気がすることであろうと思われた。以前の屋敷へ迎えて少納言が泣きながら哀れな若草を語った。源氏も涙のこぼれるのを覚えた。宮様のお屋敷へお連れになることになっておりますが、お母様のご生前にいろんな冷酷なことをなさいました奥様がいらっしゃるのでございますから、それがいっそずっとお小さいとか、また何でもお分かりになる年頃になっていらっしゃるとかすればいいのでございますが、中途半端なお年で大勢お子様のいらっしゃる中で軽いものにお扱われになることになってはと、天君も始終それを苦労になさいましたが、宮様のおうちのことを聞きますと、全く取り越し苦労でなさそうなんでございますから、あなた様のお気まぐれからおっしゃってくださいますことも、遠い将来にまでにはたとえどうなりますにしても、お救いの手に違いないと私どもは思われますが、奥様になどとは想像も許されませんようなお子様らしさでございまして、普通のあの年頃よりももっともっと赤様なのでございますと少納言が言った。